じゃあ追記を始めます。はい。通知が、あ、来た。はい、じゃあ収録開始していきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。そっか、俺こっちなんだよ。ケーブルがビチョビチョっぽいや。あ、パソコン動いちゃう。ケーブルがごっちゃごっちゃ。見ていきましょうか。はい、はい、じゃあ行きます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、先週はちょっと私が体調を崩しまして、はい、再放送を初めて、初の再放送で、はい、やりましたが。まあ、今週は元気なんで。元気そうでよかったです。元気ですよ。はい、基本元気なんですけどね、私、はい。珍しく体調を崩したんで。まあ、ちょっとお疲れだったんでしょうね。もう、仕事がね、忙しくてね、引っ越し待ってね、みたいなね。では番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲は、生き物がかりで、何だったっけってなるんだよね。気まぐれロマンティックです。どうぞ。一瞬自分で考えたのに、なぜか忘れるという。キャンさんめっちゃ踊ってる。この PV いいっすよね。私も思ったんだよ。私も思ったんだよ、沖縄大好きさん。まあでも YouTube 載せないんで、せっかくだからこの曲をオープニングとかに使ってもいいっすかね。なんか、キリのいいところで。そもそも曲が懐かしいって。沖縄大好きさんが。そう、なんか最近あの2000年代のやつにハマってて、よいしょ、夜しょっちゅう2000年代とかその2010年代とかのやつを聞いて私は寝てるので、で 夜中ずっと流しっぱなんで、どんな曲が流れたかっていうのをチェックするんですよ。で、今日チェックしたら、あ、これがあったか、みたいな。懐かしいな、みたいな感じで。選択をしましたよ。僕は最近、ソールドアウトとか、またちょっと再燃してきて。YouTube で見たりとかってよくやってますけど。R 指定さんが憧れているラッパー、はいはいはい、D ギモンっていう、このボーカルのラッパーさんが、R 指定さんの、この本当に憧れの人らしいんですよ。今度、近々、うちの職場の人が
なんか YouTube でこの曲をなんか流してるというかアップしてるみたいで、ラップで、はい、その曲をちょっと流そうかなと思って今選曲中です。おどれがいいかなみたいな。それなんか Spotify とかにあったら一番いいんですけどね。ないんだなそれがYouTube 流すの怖いんですよ。曲だけは流せないの？広告入るとダメなので。広告は多分入らないと5分ぐらいだ。でも基本的には YouTube のもの流しちゃダメですよ。ああ、まあね、はい、まあね。あらあらあら、なおみたつ、ここはウーブナイン、ウェイクアップピープル。埼玉の郷さん、昼から飲んでるの？いいなぁ。いいな、私も昼飲みしたい。最近お酒飲みに行く時間がなぁ。私、お酒すら飲んでない。沖縄市に引っ越したら、ちょっとまた復活しよっかなぁと思ってるけど。まあ、近くいいところいっぱいありますからね。ね、本当に。お食事も一緒に行って言ったら、うんうん、あの、金比で、宮津とこの金木でも、もともとプリモキッチンだったところに、うんうん、ポルタっていうお食事屋さんがあるんですけど、あるね。あそこおすすめです。ああ、いいな、歩いて行けるし。食事も美味しくて、で、なおかつお酒も美味しい。おお、いいね。はい、じゃあ、ペグが間もなくですね。はい。お聞きいただいたのは生き物係で気まぐれロマンティックでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きな冷凍食品です。っていうのもこれ決めたのは旦那の陸海空さんなんで、本当は連れてきたかったんですけど、なんせもう真っ昼間から飲んでるんで出来上がってたんでやめました。で、今日、収録上では4月15日なんですが、実はですね、あの旦那の陸海空さんのお母様のお誕生日なんです。おー、おめでとうございます。イエーイって。あの多分ね、旦那の陸海空さん今日朝じゃない、昼間に私がママ今日誕生日だよって言ったら、あだったねーみたいな、そこで思い出すっていう、ね、忘れてたんかーい。そう、自分のお母さんの誕生日を忘れると。忘れてたんかーい。でも若いですよ、めっちゃまだ60代前半。おお、あ、若いですね。うん、若いの、まあ、うちのお母さんと一回りちょっとぐらい違うかな。うん、なんじゃ、うちのお母さんが80代なので。そうですね。そう。そうなんですよ。そうなんですよ。なんと、陸海空さんのお母さんの方が若いと。そう。だからなんか、うちのお母さんがおばあちゃんに見えてくるっていうね。早く孫見せなきゃ。その前に。メールが来てますので、紹介したいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん。サッチー、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、好きな冷凍食品、餃子とうどんと、たくさんありすぎて悩みますが、個人的には、冷凍餃子が好きです。焼き餃子にしたり、水餃子にしてポン酢で、かけて食べるのも好きです。うどんもレンジで温めた後に水で切った後は、お好みでシーチキンやめんつゆをかけて食べるのも好きですと来ております。まあ、私も言おうと思ったんですけど、あれですね。まあ、定番っちゃ定番。うん。うん、ですね。キャスの方がいっぱい今日来てますので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。よ、待ってましたと来てます。そう、私は先週お休みしたので。あ、
カープボイさん、久しぶりですね。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。うん、相変わらずワン多いね。すごい雨でしたね。雷も、雨降ってダムも水が溜まる。ね、今日、昼間も私、家に行った時に雷ドッカーン来てびっくりしましたよ。びっくり仰天。沖縄大好きさん、気まぐれロマンティック、この番組にぴったりですなぁと来てます。私これ決めたの直前ですよ。いつも直前までギリギリまで悩むというね。埼玉のごさん、サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。昼飲み、かっこ、インドカレー屋カラーのカラオケカラーの歩きながら飲みから家飲み。で、今ここときますね。家飲み。いいなぁ。私も昼間から飲んでみたいもんですわ。埼玉の子さん、テーマ好きな、冷凍食品、冷凍うどんが好き、便利な世の中ですなぁと来てますね。カープボイさん、好きな冷凍食品はさぬきうどんの麺だけのやつとかあれば、生卵に醤油入れて、たまたまうどんです。食べている、あとはスパゲッティカルボナーラとかボロネーゼのやつ、ああいいですね。美味しいピザも美味しい、あと、ピザも美味しいし、餃子かなと来てますね。餃子も今、いろんな種類あるの分かります？タレ以外に。てんてんてん？分かんない？一応、餃子。うん。僕食べれないので。あ、そっか。はい。そうだったね。だったね。一応でも、僕のおすすめは、はいはい。クリームさんの、スポンサーでもあります。うんうん。亀亀島餃子さん。あー。向こうは鳥の餃子があるので、ほうほうほう。特に鳥しその餃子が、さっぱりして美味しくて。はいはいはい、僕もたまに買って帰るんですけど。へえ、いいね。めっちゃ美味しいですよ。私、餃子よく食べるんですけど、はい。最近、冷凍餃子、ちょっとハマってて、タレ以外にも、今、岩塩があるんですよ。あ、そう。岩塩があって、岩塩にハマってて、今。岩、タレの代わりに岩塩振りかけて食べるっていう食べ方が。いいですね。あるので、それ、おすすめですよ。でも、塩、多すぎたら。まあまあ、血圧上がっちゃうね、みたいなね。埼玉の郷さん、子供たちに聞きました。冷凍食品で一番好きなのはポテトフライ、チキンナゲットってよーって。やっぱ子供たちはそうきますね。まあ、でもポテトフライとかナゲットもチンすればできるから。今は本当にいいですよね。ワイフに聞きました。好きな冷凍食品、今川焼きとかたこ焼きって、そうきたか、笑いと来てます。まあ、これは大人の、あれですね。なんか、食べる感じ。今でも、冷凍食品でも、なんか、デザートとか、あったりしますよね。あ、そうなんですね。そうそうそう。なんか、デザート系のやつとかもあって、はい、なんだったかな。まあ、今川焼きもそうなんですけど、ワッフルコーン。はい。ああいう系も冷凍で売ってたりするんですよ。はい、そう。あと、コンビニさんとかでは、はい、フルーツ系の冷凍も売ってて、ベリーベリー系とか、はいはいはい、ああいう系も売ってたりしますよ。ちょっとそれは買ってみたい。うん。結構ね、どこのコンビニさんがいいかっていうのは言えないんだけど、はい、とりあえず最近の冷凍食品は、とんでもなく量が多い。コンビニの冷凍食品充実してますからね。そう、充実してて。うん。埼玉の郷さん、冷凍食品のデザートあるよね。ケーキ系もあるよーって来てます。ほら、ほらほらほら、言った通りだ。私、下か足で言ったような記憶だったんだけど、あったんだ、やっぱり。ちなみに、キャンさん、冷凍食品で好きなのあります？ほうれん草です。野菜系、はい、来ました、野菜系。あとブロッコリーと胸肉とか。
あ、鶏むね、鶏ささみとか。はいはいはい、ありますね、いろいろと。ちょっとなんていうんですか、ヘルシー食品みたいな、うん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 、でもタンパク質とビタミン取れますよみたいなの大好きです。はいはいはい、私小さい頃で定番だったのはアンパンマンの形をしたポテト、あるの分かります？ああ、はいはいはい、ありましたね。うん、あれはたまに食べたくなるけども子供じゃないからって。なんかハッシュポテトみたいな、ね、そうそう、そんな感じのやつたまにあれ見かけるのよ、うんうんうん、だからたまには食べたいけど、でも陸海空さんが絶対わらばだろうって言われるなと思って買うの、まあ、わざと買ってないんです。あれレンチンで食べれもするんですけど、絶対カラッと揚げたら、揚げた方がいいよね、あれはね。確かに。なんだったかな、うちの職場のお友達が DM でなんかそれから言ってたの。なんだったかな、なんとかポテトも美味しいよみたいなこと言ってたけど、ちょっと待ってくださいね。あった、ベーコン、ベーコンポテトパイうまいぞ。あ、それ、あれ、多分マックのことだ。マックのことだな。こにやろ。今日マック行ったんで、その友達食べてたんですよ。ベーコンポテトパイ。美味しいよねーとか言って。私、あと、何があるかな？冷凍食品系。いろいろありすぎて。最近、最近ではないけど、ここ2ヶ月ぐらい前に、アスパラ、冷凍のアスパラがあるじゃないですか、はい、アスパラを買ってきて、でベーコン、普通に売ってるベーコンをくるくる巻いて、アスパラベーコンにして食べましたよ。美味しそう。もう生でやるよりかはアスパラを、うん、冷凍食品のまま買ってきてちょっとだけ解凍してくるくる巻いて焼いた方が手っ取り早い私は思った。あとほうれん草とかアスパラって、うん、旬の時にたくさん取らないといけないらしくて、ああそうそうそう、冷凍してるので冷凍の方がやっぱ栄養価もあって美味しいらしいですね。あ、そうなんだね。アスパラベーコンの串揚げチュキーって埼玉の郷さんが、そう、なんか陸海空さんがめっちゃなんか居酒屋行った時かなんかで家で作ってって言われて、アスパラベーコンみたいな、ね、私が作ったのはハマったらしく、めっちゃ食べてました。僕も20代までは食べきれたので、はいはいはい、母がよくベーコンとアスパラと、うん、コーンの炒め物とか作ってくれて、めっちゃ美味しかったです。コーンは苦手だな、私。でも僕もアスパラ大好きなんですけど、うんうん、最近知ったんですけど、はい、あれプリン体多いらしくて食べ過ぎ注意らしいです。え、そんなの？はい、そんなのね。アスパラばっかり食べてビールも一緒に飲むと、ある日足が開いたたたってなる感じするので、普通の痛風になるとお気をつけくださいね。あとよく使うのは冷凍のからし菜、よく使います。からし菜使ってからし菜炒めを作ったりとかもよくやりますね。考えたら野菜系が多いかな最近。あ、でもやっぱり私あれだ、買ったばっかり食べてる餃子大好きだから最近あれだな、亀島さんの餃子食べてみたいと思うんですけど、いつもタイミングが合わなくて。そうです、場所が宜野湾市内ですからね、うん、まあでも前はよく通ってたんですよ、前、はい、前の通り、前原通りをよく通ってたんで、うんうん、ここの餃子屋さん行ってみたいなと思うんですけど、いつも仕事中とかでなかなか買えずに。ちなみに1000円で30個入りです。安いね。はい、あれだな、もうお引越ししたら一回買いに行こう。そうです、餃子パーティーできますね。餃子パーティーしようかな。埼玉の子さん、はい、気をつけます。なのでプリン体ゼロの島飲みますって。プリン体、あ、まあまあ確かに島はプリン体ゼロか、考えたら。もう最近あれなんですよ、もう陸海空さんは島じゃなくなったんですよ最近飲むの。あ、そうなんですね。缶チューハイ、ストロング系チューハイを
飲んでるので。なんだって、カープボーイさん、糸満のミランダか、ミーカーさんが出てきた。なん、どういうこと？今、ミーカーさん、ミーカーさん、そうそうそう、今番組中だからね、考えたら。35分からだから、6時35分から。パート2が。多分、今、最近、この、RBC じゃない、ね、どっちだ？なんか ROK と RBC が混ざってくるっていう最近。RBC 愛さんの方のラジオで、この三河さんと森さんがやってるので、はい、結構 ROK のリスナーさんも結構聞くようになりましたね。なので私も何回かメール送ってるんですけど、ボツになることが多々あります。なかなか採用されるの難しいみたいですね。そうそうそう。競争率激しいらしくて。そう、特にこのお二人さんは人気なので、はい、まあ、倍率上がるだろうなと予測はしてました。まあでも、カープボーイさん怒ったんじゃなかったっけ？あれ？あ、聞いてたかな？たまに聞いたり聞かなかったりみたいな。そういえばカープボーイさん、あれじゃない？三振のなんかなんとかって、私ラジオで聞いた覚えが。あるようなないようなって気がするんだけど、なんか新人賞に応募したとかなとか、そうそうそうっていうのを私はラジオでちょろっと聞いておーって思いましたけど、なんか時期的にまだ早いようなと思ったんだけど、うん、どんなんなんだろう。カープボーイさんのコメント回しましょう。どうしようかな、まだ早いな。そうそう、先週採用されてRBC で珍しく言って、あまり怒らないから、あれなんだけどねって来てますね。おお。あんまり怒らないのに採用されちゃったから、ああってなったっていうことですかね。ですかね。まあ、嬉しいんじゃないですか。うんうん。埼玉のゴーサが、うん、カープボーイさん、野村流の新人賞の結構しないと。って言ってましたねって来てます。あ、やっぱりそうだったんだ。頑張ってー。ファイトー。なんか取ってほしいですね。ねえ、本当に。私も三振引いてたから、簡単に引けそうで引けないんですよね、あれ。難しいですよ。難しい。特に一人でポンってコンクール出るから、なおさら緊張して上がるっていうね。うんうん。で、ブザーも鳴らされたりするというのがあるので、まあ結構緊張はすると思う。でもカープボーイさんだったら絶対新人賞取れると思うな。うんうん。頑張ってください。頑張れカープボーイさん。では来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマはシーミーあるある。ほうそうです。今あれなんです。ちょうど沖縄はシーミーシーズンでお墓参りに結構行かれる方が多いので、で、それでちょっとシーミーあるあるで来週は行きたいと思います。キャスの方で、埼玉の郷さん、サングラスかけて出ればいいよ。人の目に気にならなくなるからと来てます。カープ郷さんがありがとうって。シーミー行けなくてお金だけを送金しましたって。埼玉の郷さん。私はまだ、あれだな。シーミーまだ行けてないな。いつ行くかな。沖縄大好きさんが来週のテーマ、シーミーあるある。そうです、シーミーあるある。なんかこんな珍しいもの持ってきましたよとか、こんなことがありましたよとか、シーミーでの出来事やエピソードなどなどをお待ちしておりますよ。そろそろお時間ですか？あと1分ぐらい。あと2分ぐらいあります。2分もある。カープボーイさん、今年は2月にお父さんが亡くなってから、CB も、もんもできない、あ、CB もできないなって。お、CB とお盆ですかね。あ、お盆か。そっか、そうだね。1年目はそうなりますね。どうしても。私も、そうだな。二つある。
あ、アンツバさんですね。こんにちは、と来てます。なぜわかったかというと、夕方おじさん会7番でわかりました。そっちで判断。そっちで判断しました、今。そうそうそう。なんとなく、私は英語あまり得意ではないので、言えませんが、アンツバさんというのすぐわかりましたよ。では、そろそろ。そうですね。あと1分ぐらいです。うんうん。どうしようかな。シーミーあるある。私は来週言おうかな。まあ、シーミーあるあるは来週がいいんじゃないですか。ね。そうだね。いやー、冷凍食品。うん。お腹すいた。私もお腹すいた。なんか美味しいの食べたいですね。あーね。でも冷凍食品って言ったらやっぱお酒のおつまみとかが最近充実してる。ああ、確かに。砂肝とか。はい。鶏皮とか。鶏皮とか。いろんなのありますね。蒸しニンニクとか。あー。アンツバさん、シーミーないからなって来てます。あ、南ライトないの？シーミーそろそろな、計画しちゃいけないけどな。私もそうなんです。大変。埼玉のゴーさん、キャンチー今度冷凍食品パーティーしようって。やりたーい。でも、ゴーさん、FM ギナーではできないんで、その辺ちょっと残念です。電子レンジありません。あいやあいやはい、ということでお時間来ました。はい。また来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ミキさんのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。あ、そっか。これだけ切ってたら私わかんないんだよ。おつさっちー。まだツイキャスは3分ぐらい残ってるね、残ってるね。3分あれ今日だ旦那のリクかイクさんはあれだな、コメントで暴れるからなとか言っときながらも来なかったね。多分寝てるはず。寝てる。お疲れ様です。寝てるか、あのワンデイ聞いてるか。まあ、最近、あれなんですよ。なんか、キャス配信、自分でやろうと思うんですけど、まあ、レクカイクさんがいると、なかなかできなくて。うん、で、前まで一人の時間とか結構あったから、朝配信したりとか、できてたの、最近できなくて。埼玉の郷さん、漫画倉庫で電子レンジ探して持っていくかなって、笑いって。私あれよ、電子レンジ漫画倉庫で買いましたよ。5000円ぐらい。シーミー終わってしみじみと感じる。ああ、うまい。うまい。そうよね、さっき最近さ配信少なくなったよね。そう。バタバタで、朝はもう6時半から私、沖縄市に向けて夜中から出発してるので。僕も早く配信をしたいです。だから配信をちょっとやりたい。今日やろうかな、久しぶりに。多分リクさんは酔っ払って何言うか分かりません。僕なかなか配信いけてないけど、まあたまに来るのも全然いいですよ。あれだな、あれだな、来週、多分来週は陸海空さん来ると思います。病院受診なので、月1回の。自分も最近行けてない、撮影配信。あ、寿司坂、やりたくてもできなかったんでござんす。やりたかったんですけど、なかなかできずにおりまする。首根っこつかんで連れてきましょう。いや、今日本当はね、あの出たい出たいって言ってたのよ。出たい出たい言ってたけど、うん、今日はいいよって私が断りました、リクガイクさんに。僕も早く動きたい、ぐすんと言いながら動いているなお。うん、ダメだ。せっかく替え歌が頭に浮かんできたのにタイミングを逃してしまった。な？なの？今、替え歌、この、配信をやりたいって話の時。はいはいはい。
やりたかった、やりたかった、やりたかった、イエス、配信って考えちゃうし。また来週。